セプターは、クライスラー UK が、ハンバーのブランドで製造、販売していた自動車である。ヒルマンスーパーミンクスのバッチエンジニアリング版として1963年に登場した。スーパースナイプなどの大型ハンバー各社と比較すると、ややスポーティーな性格付けがなされ、タコメーターやオーバードライブ、前輪ディスクブレーキが標準装備されていた。外観上も後窓が、 ラップアラウンドウィンドウになっていたことで、6ライト式セダンであったスーパーミンクスやシンガーボーグなどの姉妹車と区別されていた。初期モデルのフロントグリルは4等式ヘッドライトとセンターグリルを持つボーグとよく似たデザインで、エンジンも同じ 1592cc ツインキャブ80馬力であった。ほぼ同型のボーグは、オートーカーし1966年9月号の テストで最高速度時速百五十キロメートル零から六十マイル6 0 m ー加速二十五秒をマークし、当時の水準では活発な動力性能と評価された。九百六十五年九月、新しい七百二十五 c c シングルキャブ八十五馬力に改良されたエンジンを搭載するマーク2がリリースされた。フロント部分のデザインも独自のものとなり、九百六十七年の 生産終了までにで11,983台が販売された。ハンバーセプターのマーク2シリーズは1966年4月16日付で発行されたモーターマガジン誌によると平均最高速度はおよそ時速1 5 2 5トル加速性能は0から 60mph で二点五秒、立ち上がり四分の一マイルの所要時間は1点5秒と、 記録された。1967年にスーパーミンクスがハンターにモデルチェンジされるとセプターも新型に移行した。アローシリーズと総称された。この新型ではフロントサスペンションがマクファーソンストラットに改められ、車体も低く幅広い近代的なデザインとなった。ルーツグループはこの年、クライスラーの参加に入ったが、すでに完成していたアローシリーズの設計には、 クライスラーの影響は及んでいない。シンガーボーグが1970年に消滅し、シンガーブランドが消滅した後も生産は続行され、1974年10月にはワゴン版も追加された。このワゴンにはルーフラックやカーペット張りの過失、当時の英国車では珍しかった後窓のワイパーウォッシャーが装備され、高級な小型ステートカーとして独自の雰囲気を有していた。 しかし、次第に経営が苦しくなってきた、クライスラーヨーロッパ部門の合理化の一環として、セプターは、アローシリーズが生産終了する1年前の1975年をもって生産中止となり、ハンバーブランドの終焉となった。セプターは、伊藤中央都によって1970年頃まで輸入された。小型高級車というジャンルは、当時の日本車ではまだ確立されておらず、 スーパーミンクス時代には比較的多く輸入された。アローシリーズの時代になると日本車の進歩も著しく優位性が乏しくなったセプターを含めるうツ計画者は市場を失っていくことになった。ありがとうございます。